皆さん、こんにちは。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。2020年11月の商いはカドカドのダイジェスト版をお届けいたします。今月の特集は顧客の心は動画でつかむ時代、動画マーケティングというね、動画に関する、詳細をご紹介した特集を組んでみました。コロナ禍でね、結構動画、特にYouTube だったりとか、あとは動画のコンテンツで言ったら、Netflix ね、ものすごくこう入会者が増えたということで、非常にこう動画っていうのが盛り上がっております。まあそんな中で我々こう企業経営者としましては、どのようにして動画を経営に取り入れていったらいいのかっていうのを詳しく解説いたしました。それではですね、画面共有をさせていただきます。はい、皆さんもご覧にいただけてるでしょうが、これが今月の表紙になっております。はい。最初に言っておきますけど、一番このね、最後のページがこちらなんですけども、今月のおすすめビジネス書籍は、失敗図鑑、すごい人ほどダメだったっていうですね、例えばノーベルだったりとか、フロイト、あとオードリー・ヘップバーン、ベートーベン、その他ね、アインシュタインとかいろいろありますけども、この有名人、著名人がですね、こんな失敗をしてたっていうね、非常にこう、読み物としても面白い本なので、これを紹介してみました。あとはですね、セミナーですね、商売繁盛セミナーの方は、100回目を迎えます。そしてブレイクスルーミーティングもこれ100回目を迎えますので、11月の下旬に両方とも開催予定でございます。それでは本題の方に入ります。はい、まず特集なんですけども、動画マーケティング入門ということで、まずは最新の SNS の動向で、市場ですね、動向のこの市場分析をしてみました。それで YouTube とですね、TikTok って言われる、この2つの動画サイト、共有サイトね。こちらがどの程度のものなのか、市場規模がどうなのかっていうのを紹介しています。次に動画をこう活用するメリットね。これいくつかメリットがありますので、このメリットもですね、具体的に紹介しております。3つ目が動画をビジネスにどう生かしたらいいのか。これがね、一番のね、経営としては興味のあるところだと思うんですけども、例えば商品説明の動画、あとはデモンストレーションの動画、お客様の声を紹介する動画、セミナー動画とかね、あとは、収納家具、組み立て家具みたいなね、ああいうものはこのマニュアル動画、組み立てのね、そういうのも使えるでしょうってことですね。あと、動画の作成方法、これ一番問題ですよね。そんな中で、スマホのカメラの性能は非常にですね、良くなってるんですね。このスマホを使って実際にやってみましょうということを紹介しています。具体的にどのアプリを使ったらいいとか、文字入れはとね、あとロゴをこういうふうに入れれば大体いいんじゃないかとか、あとはスマホで使う三脚、そして照明とかね、そんなものも具体的に紹介してありますので、これを一通り読んでいただければ、簡単な動画であればすぐにですね、スマホに 手に取ってもらってできるかと思います。それではですね、2020年11月度のですね、商いはカドカドの日替わりの記事をご紹介したいと思います。はい、まず1日ですね、日曜日、営業低迷を打破するフレームワークとはっていうことなんですね。新型コロナウイルスの影響で既存事業の縮小、ビジネスモデルの崩壊を余儀なくされた企業も多いかと思います。これを乗り越えるには新商品の開発、新事業の展開、第二創業など、経営者としては難しい意思決定を迫られていることでしょう。そこで、今日は業績低迷を打破する考え方のフレームワークを分かりやすく解説しますということで、このフレームワークは4つあります。既存市場に既存商品を販売する。既存顧客に新商品を販売する。新規顧客に既存商品を販売する。新規顧客に新商品を販売する。この4つのやり方がありますね。この中で一番リスクが低いのは、既存顧客に新商品を販売するというパターンです。既存顧客ですから、商談の機会を得るのは比較的容易です。しかも、コストも差してかからないということなんですね。この4つのフレームワークを活用して、自社の方向性を見つけてはいかがでしょうかということです。
2日月曜日、悩んでいる社長へ悩みをなくす方法とは。私は商売柄毎日経営者の悩みを聞いています。業績のこと、商品のこと、営業のこと、社員のこと、採用のこと、教育のこと、組織のこと、資金繰りのこと、ビジョンのこと、経営戦略のことなど挙げればキリがありません。そこで今日は悩みをなくす方法を分かりやすく解説しようというね、ことなんですね。悩みがね、基本的になくなるってことはないと思うんですね。ですから、悩みをどう捉えるかっていうね、ここが一番のポイントになります。要は悩みは成長のチャンスと思って、感謝することにより悩みは悩みでなくなります。むしろ悩みは飛躍するための種。悩みが生じたらとにかくポジティブに捉えていきましょうっていうね、そういうことですね。例えば、チキンラーメンのね、真ん中のくぼみってあるんですけども、卵が真ん中に乗らないとクレームからこれ改良されてできたものなんですね。また、カスタネットは女の子用が赤で男の子用は青だったそうですが、お下がりが使えないとのことで赤と青のね、この組み合わせ、これになったってことなんですね。なので、こう一見クレームなんでね、嫌な感じだなと思うんですけど、そこのところからよりお客さんの満足度を上げるために、こうね、改良していくためのネタだと、種だと思えばね、なんてことはないというお話です。3日火曜日、ほうれん草がうまくいかない理由を考えてみたと。日々中小企業の現場でコンサルティングを行っていると気づくことがあります。それは永遠の課題です。ことあるたびに課題として取り上げられるのは、報告、連絡、相談、いわゆるほうれん草です。何を今更と思った人もいるでしょうが、仕事がうまくいかない、クレームになったなどの原因を探ると、ほうれん草に行き着くことが多いのが現実です。そこで今日はうまくいくほうれん草の考え方をわかりやすく解説しますということですね。それで、ほうれん草は上司から部下に、するもんだと思っているということなんですね。これは私の考えです。要は、通常は部下から上司にするものなんですけども、上司から部下にするものだと私は思っております。例えば A さん、プレゼンの資料作成を今日の何時までにお願いします。大口の取引になりそうな C 社でのプレゼンが急遽明日に変更になったんだ。それで今日の夕方には営業担当とプレゼンのロープレをやらなければいけない。プレゼン資料の体裁は先週 D 社で使ったものと同じで OK だよ。と、より具体的により詳細に指示を出すべきであろうと。つまり上司が部下に仕事の指示内容を報告、連絡しているってね。まあこういう指示のやり方なんですね。なぜやるのか、何をやるのか、どうやってやるのか、いつまでにやるのかをしっかり部下に伝えることで認識の違いをなくすことができるばかりか、ほうれん草自体を減らすこともこれで可能なんですね。だからしっかりした指示であれば部下は疑問とか不明点が大幅に減りますから、上司にほうれん草をしなくても済むというね、ことなんです。つまりね、上司の指示、ですよね。指示っていうのはほうれん草。これがしっかりしてれば、部下も余計なほうれん草を何回もしなくてもいいということですね。4日水曜日、個人として働く時代のギグワーカーとはっていうね。ギグエコノミーの時代と言われています。ギグエコノミーのギグとは、音楽業界で活躍するアーティストが行うその場限りの単発ライブを指す言葉として使われています。そこから転じてインターネットを通じて単発の仕事を受注する働き方のことをギグエコノミーとね、呼ぶようになりました。またこのスタイルで働く人たちをギグワーカーと呼ぶこともあります。代表的なものがウーバーイーツでしょう。そこで今日は企業ではなく、個人として働く人がどうやって信頼を得ていったらいいのかをわかりやすく解説します。はい。ですね、執筆家で IT 批評家の小原和弘さんによればですね、個人として信用を得るにはギブから始めることを勧めています。小原さんは日々見かけたニュース、読んだ本など様々な情報についてそれが誰のためになりそうかを考えながら約20人にメッセージを送り続けているそうなんです。
で、メッセージを受け取った友達から感謝されることがありますということです。この辺を整理していくと、自分が誰かからありがとうと言ってもらえるギブ、これを繰り返すこと。ギブを繰り返すことによって、特定の誰かにとっての意味のある存在になること。特定の誰かにとって意味のある存在になることを重ねていくこと。それによって特定の人たちに評価される。つまり価値のある人になっていくこと。これがですね、個人として働く人が信頼を得る方法だそうです。5日木曜日、下請けから脱却した企業がやったこととは、製造関係や建設、建築関係の企業は元請けと下請けという構造がごく当たり前です。下請けの企業は元請けからの仕事を受けるわけですが、価格や納期をコントロールすることはほぼ不可能です。つまり元請け主導で決まるということです。このような構造に異を唱える企業もあります。そこで今日は下請けから脱却する方法をわかりやすく解説します。下請けから脱却する方法はいくつかあります。まあ、ものすごくわかりやすい例で言えば、自社商品を開発してそれを直販する。または、まあ、画期的であり、ニーズがあり、ライバルが少ない商品をこう見つけてきて、要は仕入れてですね、それを直販で販売するとかね。まあ、そういう方法が一般的ではありますけども、例えばこんな事例があるわけです。これはある製造業の話なんですけども、ここは代替わりのタイミングで、新社長が元請けからの発注状況とか利益などを調査しました。その結果、薄利多売といった感じで、忙しくても儲けが出ないという最悪の状態に陥っていることが分かりました。そこで新社長は適正な利益が出てない元請けに対して取引停止宣言をしました。要は御社との仕事を継続しても利益が出ないので取引をやめさせてくれということなんですね。まあ、これは覚悟を決めないとできません。そうやってほとんどの元請けを切って社長が新規開拓の営業を行い、その結果わずか1年で下請けを脱却してしまったというね。まあ、こんなですね、すごい話なんですけども、これはちょっとね、どの会社にもできないかもしれないですけども、要はこのぐらいの覚悟を持って下請け脱却に臨まないと、下請け脱却は難しいということなんですね。6日金曜日、頑張ることは美徳か、頑張る前にやることとは。最初はうまくって言ってたが、次第にうまくいかなくなることがあります。原因はいろいろ考えられますが、ここは冷静に分析する必要があります。例えば新商品をリリースしました。初年度は思っている以上に受注できました。そうすると翌年は目標を高くするのが経営者の性分です。目標が高くなれば営業パーソンに負荷がかかります。広告出稿量を増やす、訪問件数を増やす、見積もり数を増やすなど、コントロール可能な行動がどんどん増えていきます。ところが、頑張っているのに成果が出ません。そこで今日は頑張ることと成果についての関係を分かりやすく解説します。このような状態になるっていうことは、たびたびあると思うんですね。それで、そもそもですね、数年前はスムーズに受注できていたのに、今はとてつもなく頑張らなくては受注できないような商品は、おかしいと思わないといけないわけです。市場に何か異変が起きているってことですからね。とにかくね、頑張らなくては受注できなくなったら、なぜそうなったかの原因を探って、それを解決することが先決。まあ、営業パーソンのね、行動量を増やすっていうね、過剰な負担をね、かけることじゃなくて、とにかく冷静に分析してみるっていうのが、経営者としてのですね、一番最初に取り組むべきことではないでしょうか。7日土曜日、部下に任せられない経営者必見。どうしたら部下が育つのか、上司やリーダーの永遠の課題と言っても過言ではありません。権限移譲するのも一つの方法です。権限移譲とは部下に権限を譲ることを言いますが、仕事の責任は上司がそのまま持ち続けます。つまり部下には自分の裁量で思うように仕事をさせますが、最終的な責任は上司が持ちます。そこで今日はどうしたら部下が育つのかを分かりやすく解説します。はい。これはですね、まず任せるってことなんですね。
これ多くの経営者がそう言ってますけども、非常に曖昧です。ですから、任せるにしても任せる範囲を決めて、お互い共通認識としてこれを、持つってことが大事ですよね。例えば、何を、どんな出来栄えで、どんなやり方で、いつまでに、誰がいくらでやるかを社員の人たちに決めてもらう。だから、ここの部分を任せる範囲として決めればいいんですね。はい。ここまで明確になっていると、任せる方も任せられる方も安心だってことですね。で、さらに自分たちで知恵を出して、実行して、評価と改善をして、次回に生かしていくっていうね。まあ、この PDC サイクルですね。ここの部分も部下にやらせてみると。つまりね、仕事は自分で計画したことを自分で実行することでやりがいが生まれ、モチベーションも高くなるってことなんですね。まあ、このような考えを持って、部下に任せたらどうでしょうかと。この話はですね、指示ゼロ系の米沢慎也さんのね、ブログで紹介されていました。8日日曜日、コロナ禍でも売上を伸ばす方法とは、コロナ禍の中、売上が5割から6割も減少している企業も多いことと思います。この状態が数ヶ月、1年、3年と続いたら間違いなく倒産に追い込まれます。かといってビジネスモデルを変えたり、新たな事業を展開するにも何をやったらいいのかわからないという企業も多いことでしょう。そこで今日はシンプルに売上を伸ばす方法をわかりやすく解説します。まずですね、客数と客単価と購入頻度、これの掛け算で売上というのは決まってくるわけですね。ですので、客数を伸ばすのか、客単価を伸ばすのか、それとも購入頻度を伸ばすのか、それとも二つだけ伸ばすのか、それとも全部伸ばすのか、これによってちょっと戦術が変わってきますが、この三つの数字をですね、コントロールする。どれを伸ばすかっていうのを決めて取り組むというのはまず一点目。そして二番目が既存商品の付加価値を高めるっていうことですよね。はい。で、三番目が商圏の拡大。四番目はオンライン営業の導入。これは商圏も広がりますし、コストも、営業コストも十分下がります。で、5番目はインサイドセールスの導入です。インサイドセールスっていうのは、社内にいてそこでセールスを行うっていうね、活動になります。コロナ禍でなかなかね、お客様のところに行けないんであれば、インサイドセールスを導入していこうと。で、最後は見込み客を集めるための仕掛け。これ重要ですからね。とにかく見込み客を集めるための仕掛けをですね、オンラインでもリアルでもいいんで、いっぱいこれやっていきましょうということですね。続きまして、9日月曜日、良い経営者とは理想の経営者を目指そう。経営をはじめとして、あらゆるものにはテクニックやスキルがつきものですと。大げさに言えばテクニックやスキルが不要なものなどありません。ですが、時にはテクニックやスキルに溺れてしまい、大切なことを見失うことがあります。そこで今日はテクニックやスキルよりも大切なことを分かりやすく解説します。結論から言いますね。テクニックやスキルよりも重要なことっていうのは経営者に限って言えば経営者の自己変革です。はい。そうなんですね。で、自己変革っていうのはね、これ非常に難しいんですけども、なんとなく経営者っていうのは社員より偉いぞ。すごい仕事をやってるぞ。みたいなね、ことを考えてる人もいるかと思います。そこで役職関係なく誰にでも何でも聞けるような環境を作ることね。これは、これとですね、あと経営者の生き様を見せつけることね。これはもうテクニックとかスキルじゃないんですね。要は人としての根本的なあり方なんですね。はい。要は環境をまず変えるってことですね。そして経営者の生き様を見せる。だから、経営者、まあ一生懸命だから生きている、真剣に生きているっていうね。まあそういった生き様をですね、やっぱりね、社員の方にもこう見せていく。これが経営者の自己変革ということではないでしょうか。10日火曜日、コロナ禍でも生き延びる企業の条件とは、新型コロナウイルスの影響による経済の低迷は早くも10ヶ月以上になります。売上の減少、それに伴う利益の減少、未だに出口が見えていないのが現実です。そこで今日はコロナ禍でも生き延びる企業の条件を分かりやすく解説します。はい。これもですね、端的にね、言いますとですね、まずですね、営業活動の一部をオンライン化ですね。要は非接触型にしていくことですよね。まあ、そうすることにより作業効率が高くなるばかりか、営業経費の大幅削減が可能になってきます。
またですね、今までリアル営業では手薄だった新規見込み客の集客と育成、既存顧客のリピート促進もオンライン化することで非常にですね、楽になっていくんですね。で、もう一個ね、経理関係もですね、クラウドのね、クラウド会計って言われるものを入れてやるとですね、昨日聞いたら、まあ、そこのメーカーさんの人に聞いたら、例えばですよ、経理が5人かかってやっていたところが、なんとそのクラウド会計やったら3人で済むようになった。つまりその2人が開くわけだよね。その2人を他の直接的に売り上げを上げる、利益を上げる部門に振り分けていくね。まあ、これもですね、リソースの有効な活用法になると思いますので、ぜひ考えていったらいいと思います。11日水曜日、仕事の細分化と分業化が残業を減らすポイント。新卒を採用する一番のポイントは勤務時間だと言われるようになってきました。具体的には残業の有無、年間休日などです。弊社クライアントに聞いた話を紹介します。このクライアントある工業団地に社屋を構えています。工業団地には120から130社の企業が毎年新卒を採用しているそうです。この中で新卒の応募があったのは60社程度ですが、応募がなかった企業と明確な違いがありました。それは休日です。週休2日の企業には応募がありましたが、そうではない企業には応募がなかったとのことです。そこで今日は営業パーソン採用のポイントを分かりやすく解説しますと。なんで営業パーソンかと言いますと、営業をやりたいっていう若い人が本当に少なくなってきたってことなんですね。で、まあ、それはそうですよ。なんか営業マンっていうのはこう、ペコペコやったりとか、あとはもうクロージングっていうとすごい強烈なね、ことをやるんじゃないかとか、何かとですね、こう、コミュニケーション力が求まれるような職種なんですね。だからやりたくないっていう人が多いんでしょうけども、まあ、私もですね、今までの営業パーソン の、 この仕事の範囲では、なかなか難しいと思っています。そこで、営業プロセスをちょっと分解してくださいってことなんですね。つまり、商談、提案、見積もり、クロージング、契約、まあ、この辺は営業パーソンが実際にやればいいと思うんですね。で、それ以外の新規見込み客の発見、見込み客の育成、案件化、あとは購入後のアフターフォロー、リピート促進などは他の人が行う、要は営業マン以外が行うことで営業マンの負荷は相当減っていくわけですね。そうすると営業パーソンの残業も減って営業効率も上がっていくということです。このように仕事を細分化して分業することで残業を減らし休日を減らすことができます。まあ、マンパワーにもう頼るようなね時代っていうのはそろそろ終わりを告げようとしてますよということです。12日木曜日、2020年イノベーションの条件は揃った。ドラッカーの著書を読んだことのある人ならばお分かりだと思いますが、ドラッカーが誠実で真摯な生き方をした人だということが伝わってきます。ドラッカーの講演を聞いたことのある人によると、決して面白いものではなく、真面目に淡々と伝えるべきことを伝えるといった感じだそうです。ドラッカーは私たちにこれからの企業経営、これからの社会がどのように変化するのかを鋭い視点で伝えてきました。その中で私が一番印象に残っているのが、イノベーションのための7つの種です。この考え方こそ、今の時代にぴったりではないかと思います。そこで今日はイノベーションのための7つの種を分かりやすく解説します。7つね、これ結構有名です。まずはね、予期せぬもの。で、次はギャップ。これは需要が伸びてるのに業績が伸びてないとか、売り手と買い手の価値観のギャップがあるとかね。まあそういうところにですね、イノベーションの種があると。で、3番目はニーズ。4番目は産業構造の変化。5番目は人口構造の変化。これ今、ものすごい勢いで起こってます。で、6番目は意識の変化。まあ、価値観の変化と言ってもいいでしょう。そして7番目は新しい発明とか発見ですね。なので、現在新型コロナウイルスの最中で予期せぬもの、ギャップ、ニーズ、産業構造の変化、意識の変化などが複合的に起こってるんですね。そこの部分、ドラッカーに言わせれば、ものすごいイノベーションの、チャンスがあるということです。13日金曜日、最近よく聞く DX、デジタルトランスフォーメーションですね。ってどういうことなの？最近よく聞く言葉に DX、デジタルトランスフォーメーションがあります。新型コロナウイルスの感染拡大で一躍有名になった言葉でもあります。
以前からあったのでしょうが、社会環境とマッチしたというところでしょうか。そこで今日はデジタルトランスフォーメーションについて分かりやすく解説しますと。これ意味ね、分かってる人意外と少ないと思うんですね。これ3つの工程からなるんです、実はね。まずはデジタライゼーションというのがあります。これは写真現像の工程がなくなり、オンライン上で写真データを送受信する仕組みが誕生したとね。まあ、これあくまでも写真の世界の話ですよね。で、その後、SNS を中心にオンラインで世界中の人々が写真データをシェアすることができるようになったと。まあ、つまり写真データを世界中で共有できるようになっているということなんですよね。うん。まあ、これがですね、デジタルトランスフォーメーションに社会的な影響を生み出したってことなんですね。うん。このデジタライゼーションとね、このデジタル、トランスフォーメーションね。まあ、この、実はもう一個ね、あるんですけど、その説明は今日はしませんけども、要は社会変革が起こらないといけないんですね、いろんなもんでね。はい。で、DX を企業に当てはめると、デジタル化、オンライン化、AI、RPA、IoT などを導入することによって、仕事のやり方、会社組織、企業文化などを変革し、市場優位性を獲得することができますよということなんで、まあ、いち早くですね、この DX 取り入れることができないかっていうのを、こう、検討していくっていうのは重要かもしれません。14日土曜日、今人気の副業、注目されているものは、2、3年前から大企業を中心に、社員の副業を認める動きが加速しています。この背景にあるものは、終身雇用と年功序列の崩壊、働き方改革などが挙げられます。会社は社員を一生面倒見ることができないので、自力で何とかしてくれというのをソフトな言葉で伝えたのが副業解禁です。そこで今日は今人気の副業で注目されているものを分かりやすく解説します。はい。まずですね、会社員に人気の副業というのをネットで検索してみると、1位から言いますね。アフィリエイト、アドセンス、セドリ、専門的なウェブライター、ネットショップ経営、宿直バイト、試験バイト、FX 投資、運転代行、株式投資などがランクインしてます。やっぱね、ネットでできるね、アフィリエイトとか、アドセンスが人気なんですね。また、ウーバーイーツね、ドライバーとかね、あとは店舗の覆面調査官などの副業のバリエーションも増えてきていますと。その中で面白いものがあって、週末モデルっていうね、マッチングのシステムがあるんですね。本業を持って、休日などの空いた時間にモデルとして働きたい人と、クライアントと結ぶサービスで、現在5000名のモデルが登録してるっていうね。で、気になる費用はモデル1人当たり2万円って非常にこう安くなってるんですね。まあ、こんなね、サービスっていうかな、仕事も今生まれてきてるってことで、この副業市場ね、今後もですね、ますます拡大すると思われます。15日日曜日、量より質か、それとも、質より量かと。量より質という言葉があります。その一方で質より量という言葉もあります。相反する言葉なのですが、どちらもまかり通っています。何かを習得したり、目標達成までの行動プロセスで使われることが多いと思います。要は、数をこなすよりも質を優先するのか、それとも質を優先するよりも量をこなすのかっていうね、ことなんです。そこで今日は、量より質なのか、質より量なのかを分かりやすく解説します。ですね、こんな実験があるんですね。ある美術学校でのエピソードです。陶芸の授業の時、最初に教師はクラスを2つに分けたんです。そしてアトリエの左半分の生徒は作品の量によって、で、右半分の生徒は作品の質によって採点すると告げました。そして採点の日が来て興味深い事実が明らかになりました。優秀な作品はすべて量を優先するグループから生まれました。量を優先するグループの生徒はたくさんの作品を作っていく過程でいくつも失敗し、そこから学ぶことでいい作品を次々と生み出すことができました。一方、質を優先するグループの生徒は完璧な作品について理屈をこねるだけで手を動かさなかったため、成果として残ったのは壮大な理論と作品になり損ねた粘土だけだったということですね。結論。
大量行動イコール量をこなさない人には質もわからないということです。そもそも質を高めるにはテクニックも必要です。テクニックは量をこなさなければ身にはつきません。16日月曜日、成功する人は〇〇〇〇にこだわる。成功する人の特徴を調査した人は世の中にたくさんいます。代表的な人物にデール・カーネギー、ナポレオン・ヒル、スティーブン・アール・コビーなどが挙げられます。いずれも自己啓発や成功哲学に関する名著を残しています。そこで今日は成功する人の共通点をわかりやすく解説します。これですね、いろんな共通点があると思うんですけども、まあ一例として挙げておきますね。例えば、同じスピードでもね、初動の速さと失敗から立ち直る速さ。要はビジネスのアイデアがあったとするならば、それを具現化してビジネス化するまでの速さと、失敗してもすぐに何事もなかったように立ち上がるね。まあ立ち上がって次に進むね、速さ。これはズバ抜けてるってことなんですね。それで銀座丸館の斉藤ひとりさんっていらっしゃいますが、もう昔の話ですけども、原材料が仕入れられなくなったと社員が頭を抱えていた時、もっと良い材料を仕入れるチャンスだと捉えていたそうです。で、結果、もっと良い材料を見つけることに成功したと。窮地に追い込まれた時でも前向きに考えることで窮地が機会になります。ピンチはチャンスと言いますが、ピンチは現状を見つめ直して改善しろ。というシグナルです。ある事象は捉え方によってプラスにもマイナスにもなります。17日火曜日、強い会社を作る究極の質問とは？もう10年以上前からコンサルティングの際、クライアントにお聞きする質問があります。この質問をすると大抵の経営者は考え込んでしまいます。ですが、この質問を徹底的に考えることにより強い会社を作ることができます。そこで今日は強い会社を作る究極の質問を分かりやすく解説します。さて、強い会社を作る究極の質問、いきなり答えを言いますけども、こちらです。もしあなたの会社がなくなったら困る人はいますか？大多数の人は考えたこともないと思います。ですが、経営者ならば自問自答してください。この質問に自信を持って困る人はいます。〇〇と〇〇と〇〇と〇〇です。と答えられば合格です。これは定期的に自答自問してチェックをすること。これはやはり経営者にしかできない仕事ですよね。甘い採点ではなく、辛い採点をしてほしいんですね。そして経営を改善し続けることが重要です。18日水曜日、説得されやすい状態や説得されやすい人とは？ビジネスの世界では相手にこちらの要求を飲ませるように説得しなければいけないシーンは多々あります。説得とはコミュニケーションによって受け手の理性や感情に働きかけて、相手の自発性を尊重しながら送り手の意図する方向に受け手の意見、態度、行動を変化させることを言います。そこで今日は心理学の見地からどうしたら説得できるのかを分かりやすく解説します。例えばですね、相手の状態にもよるんですね。ものすごく困りごとがあって解決策を探してる人ね。まあ、こういう人であれば、解決策をちらつかせればですね、思ったようにですね、誘導することが可能です。そしてよく使えますけども、あとはタイムリミットのプレッシャーですね。今日契約していただければ、10万円割引しましょうという提示をされるとかなり感情は揺さぶられていきます。さらにこういうことに加えてですね、外見っていうのは結構重要なんですよね。はい。やっぱりトップセールスマンと言われる女性、あとは、まあ女性のリーダーはですね、なんだろうな、なんていうか、まあ、こう、かっこいい人がやっぱりね、多くいますよね。また、これに付随してファッションっていうのも非常に重要になってきます。はい。で、ここはね、意外と知られてないことで、呼吸っていうのがあるんですね。どうしてもクロージングなどで緊張すると、呼吸が浅くなってしまいますね。そうすると、声が軽くなってしまって、結果、制約率、要は説得できずに終わってしまうっていうことがですね、多くなります。19日木曜日、頑張れ、河野太郎。新しいことが浸透するには、今という時代を冷静に分析してみると、パラダイムシフトの過渡期です。
パラダイムシフトとは社会の枠組みや価値観が変わるということです。ですから今までの常識として通用していたことが通用しなくなったり、今まで非常識だったことが常識になったりと180度変化することもあります。ということは大きなイノベーションが起こる可能性が大です。そこで今日は新しいことが浸透するプロセスを分かりやすく解説します。マーケティングの世界にはですね、イノベーター理論なるものがあります。これがですね、新しいことが浸透するプロセスをズバリ物語っております。イノベーティブなものは市場全体の 2.5% に該当するイノベーターと呼ばれる人が一番最初に採用すると。で、彼らは冒険心にあふれ新しいものを進んで採用します。次に市場全体の 13.5% に該当するアーリーアダプターと呼ばれる人が採用します。彼らは流行に敏感で情報収集を自ら行い判断する人です。いわゆるオピニオンリーダーと呼ばれる人です。で、3番目に市場全体の 34% に該当するアーリーマジョリティと呼ばれる人が採用します。彼らは比較的慎重派な人ですが、平均より早くに新しいものを取り入れます。で、4番目は市場全体の 34% に該当するレイトマジョリティと呼ばれる人がいます。彼らは比較的懐疑的な人で、大多数が試している場面を見てから同じ選択をします。残りの 16% はラガードと呼ばれ、最も保守的な人でイノベーションが伝統になるまで採用しません。はい、世の中全体に普及するしないっていうのは、イノベーターとアーリーアダプターにかかっていると言っても過言ではありません。つまり市場全体の 16% にまずは浸透させることができれば、次々と普及する可能性が高くなるということです。20日金曜日、炎上したらどうしますか？炎上対策を考える。ここ10年で様々な SNS が登場しました。ミクシー、YouTube、Twitter、Facebook、Instagram、TikTok、Tumblr、Pinterest、LinkedIn などが代表的なものです。SNS の登場によって私たちのコミュニケーションは非常に便利になりました。ですが、その一方で様々な問題も起こっています。そのうちの一つが炎上です。そこで今日は炎上対策について分かりやすく解説します。まあ、このね、炎上対策っていうのはね、誰でも起こるわけじゃないんですけども、これだけ SNS が普及してると起こる可能性がありますね。はい、それで、まあ、これはね、ネット上の災害だと思って、どうしましょう、台風が来たとかね、そんな感じでひたすら過ぎ去るのを待つっていうね。うん。もう下手にこれは動かない方がもう得策です。もうコメントにまたコメントを返したりとか、そんなことやってたら、もう心身ともに病んでくるし、時間も取られるばかりです。はい。で、はっきり言うと、炎上と大ヒットってのは本当紙一重。主張がはっきりすれば、それほど大ヒットの可能性も高くなるんですが、炎上の可能性も実は高くなっていくんですよ。で、いずれにせよ SNS で数多くのフォロワーを獲得したいと思っている人は炎上覚悟で発言をしてくださいということです。21日土曜日、成長するためにやるべきとっておきの考え方。ビジネスの世界で成長や進化をするためには地道な努力は必須です。例えば目標達成に主眼を置いたノウハウやメソッドでは、目標達成までのプロセスやスケジュールを具現化することが重要視されています。ですが、自分の可能性を探ったり、より進化するためには全く別の方法が有効だと言われるようになってきました。そこで今日はビジネスで成長する、いわゆるレベルアップするための最新のプロセスを分かりやすく解説します。まあ、いろんなね、成長の考え方ってあると思うんですけども、私の経験から言わせてもらえばですね、この3つが非常に重要です。まず1つ目、こだわりを捨てる。2つ目、好き嫌いを捨てる。3つ目、得意と苦手を捨てる。ということですね。まあ、この3つでね、結構ね、皆さんね、新しいことがね、できないんですね。つまり、新しいことっていうのは成長する踏み台になっていくわけですよね。まあなんかね、こだわりが強すぎるともう自分のね、殻に閉じこもりますし、好き嫌いでやってしまう、好きな方ばっかりね、言ってしまうってことは、まあ、楽ですよね。あと得意な、ね、得意な方も行くのも楽。けど苦手な
ことをやらないっていうのは、もう、それは簡単なんですよ。だけど、苦手なことの中にあなたが成長する何かがきっとあるってことなんですね。ですので、時には自分を無にして、周囲の人たちのアドバイスもね、受け入れてみるのも大事。で、あなた自身では考えもつかなかったこと、想定外のことを知り、きっかけになると思います。想定外のことが自分を成長させてくれるし、レベルアップを実現させます。22日日曜日、大ヒット商品は顧客を無視している。顧客の声を聞いて、開発した商品は売れるでしょうか。そういった商品もあるでしょうが、大ヒットする商品は顧客の声など聞いていないものが多いのが現実です。そこで今日は大ヒット商品の作り方を分かりやすく解説します。これね、本誌を見てもらうと詳しく書いてあるんですけども、ここでは、スティーブ・ジョブズですね、アップルの創業者がよくこう紹介してた言葉で、ヘンリー・フォードっていうね、フォードですよね、自動車メーカー、そこの創業者。で、そのヘンリー・フォードの言葉をよくジョブズは使っていました。こんな言葉です。交通手段が馬車の時代にもし顧客に彼らの望むものを聞いていたら、彼らはもっと速い馬が欲しいと答えていただろうと。馬車は既存商品です。自動車を知らない人はより速い移動を求めて速く走る馬が欲しいという発想しかありません。絶対に自動車が欲しいとは言わない。ジョブズ曰く顧客が欲しいという商品ではなく自分が欲しい商品、顧客にこれなら欲しいと思われる商品が重要だと言っています。まあ、こんな感じですね、商品開発を行ってみるのも一つの手ではないでしょうか。23日月曜日、業績を伸ばしたいならこれを知っておけ。なんとか年商10億を達成したいが、もう5年も足踏み状態です。年商3億円はクリアできたのですが、それ以上となると難しいなど、目標を達成できずに悩んでいる経営者は多数います。なぜ達成できないのでしょうか。そこで今日は会社の業績を伸ばすための考え方を分かりやすく解説します。まず年商3億円まではもう営業が頑張るとか社長が頑張るとかね、その大量行動と、はっきり言って体力ですよね。これで年商3億まで行っちゃいます。で、その次の段階になってくるとですね、年商10億の壁になるんですけども、これは組織化、要は役割を持った組織をきっちり作っていくということと、ビジネスモデル、要は新規顧客の開拓からこうやって仕事をやって、そしてアフターフォローはこうやっていくっていう仕組みを構築するってことですね。はい。で、このようになると年商30億になるんですけど、これはもう人材育成と権限以上っていうね、これはもう必須になってきますね。このように会社は売上規模とかによって課題が異なるんですね。これを理解してないとスムーズに成長はできません。実はこれを知らない社長が数多くいます。これが業績が伸び悩む原因の一つだったりするわけです。24日火曜日、目標が達成できないときはこれをチェックしてください。企業経営は常に目標達成との戦いだと言っても過言ではありません。目標未達が続けば企業を存続させることが難しくなります。高度成長期のような時代は右肩上がりの経済でしたので、目標達成までの計画も容易でした。ですが、現在のように絶えず変化が激しい時代においては、目標達成の計画も難しさを増しています。そこで今日は目標が達成できない時にチェックする項目を分かりやすく解説します。まずはですね、やり方が間違っているケース。これはよくありますね。二つ目が行動量が不足している。三つ目が行動プロセスを飛ばしている、まあ抜かしている。または最後までやりきってないケース。四番目が目標が抽象的であるケース。五番目は目標を忘れているというケース。最後は目標が高すぎるというケースですね。このように目標未達の原因はいくつかありますのでチェックしてください。25日水曜日、限りなく無料に向かって失踪する商品たち、ね。新型コロナウイルスの影響なのか、デジタルトランスフォーメーションという言葉がクローズアップされています。ですが、デジタルトランスフォーメーションの正確に意味をする人は少ないでしょう。アナログ情報を局所的にデジタル化することをデジタイゼーションと言います。プロセス全体もデジタル化することをデジタライゼーションと言います。
その結果、社会的な影響を生み出すのがデジタルトランスフォーメーションです。詳しい事例はネットで調べてもらうとして、デジタルトランスフォーメーションが進展すると、既存の価値観や枠組みを根底から覆すような革新的なイノベーションが起こります。そこで今日は、デジタルトランスフォーメーションによって起こりうる商品価格の下落についてわかりやすく解説します。このデジタル化はね、いろんなものを無料とか、まあ、要は無料に近い形にしてきました。例えば音楽であれば、レコードとか CD ではなくてもデジタルデータになってますよね。要はダウンロード販売。書籍も紙ではなくて電子書籍化がどんどん進んでいます。さらに言ってしまうと、旅行とか観光なども 5G とか VR でですね、もうそれで一部代行されていくんじゃなくて、まあ、行くっていう感じじゃなくなりますよね。で、これに加えて AI とロボット化がもう進展している。さらに食関係に目を向けていくとですね、工場栽培の野菜とか果物が非常に増えているんですね。まあ、今後ますます増えているでしょう。どう考えても人間が関わる仕事が少なくなっていきます。その結果、商品とかサービスの価格は限りなく無料に近づいていくんじゃないかと。さらにエネルギー革命も起こるでしょう。太陽光発電をはじめとしたクリーンな再生可能なエネルギーが普及すれば、エネルギーコストも限りなく無料に近づいていくってことなんですね。だからこの流れに皆さん方も乗っていかないといけないってことです。26日木曜日、凡人が経営センスを高める簡単な方法とは、世の中には商品開発のアイデアがポンポン出てくる人、経営課題の解決策をあっという間に考える人など、発想力の豊かな人がいます。発想力とは持って生まれた才能なのか、それとも後天的に獲得したスキルなのか、そこで今日はどうしたら発想力が豊かになるのかを分かりやすく解説します。ワクワク系マーケティングのね、小坂雄二さんという方がいらっしゃいますけども、小坂さんによると、感性、まあ、センスのことですよね、は、情報量に比例するそうです。まあ、これは感性工学の研究でも分かっていると。要は、経営センスを高めたり、発想力を高めるには、大量の情報をインプットする必要があるっていうことなんですね。アイデアがポンポン出るっていう人は、十分なインプット量があるからアウトプットできるってことです。これはもう宇宙の真理です。アイデアが出ないのは、やる気がないとか、才能がないとか、そういうことじゃないんですね。インプットの量が不足してるということです。27日金曜日、集中力を高めるための3つの方法とは、はい。ですね、ドラッカーがね、プロフェッショナルの条件でこんなことを言っています。成果を上げるための秘策を、秘訣を一つだけ上げるとするならば、それは集中である。成果を上げる人は最も重要なことから始め、しかも一度に一つのことしかしない。集中が必要なのは仕事の本質と人間の本質による。自らの強みを生かそうとすれば、その強みを重要な機会に集中する必要を認識する。事実、それ以外に成果を上げる方法はないってことなんですね。はい。で、その集中ポイントなんですけども、一つ目が一つの仕事に集中する。二つ目がまとまった時間を確保する。三つ目、邪魔が入らない環境を作るってことですね。28日土曜日、無料の情報提供こそ出し惜しみしない。プレミアムという言葉が登場して久しいですが、ビジネスの世界にすっかり定着しました。プレミアムとは2009年に出版されたフリー、無料からお金を生み出す新戦略の中で取り扱われて、大変話題となりました。基本料金は無料でお金を払うことでサービスの継続利用や追加企業が利用できる形態のビジネスモデルを指します。そこで今日は無料からお金を生み出す戦略を分かりやすく解説します。フリーミアムを、ね、使っている代表的なサービスとしてはビジネスチャットツールではチャットワーク、あとはスラック、名刺監視ツールでは8、オンラインストレージサービスでは Google ドライブとかね、まあ、いずれも機能拡張すると有料になってくるってことなんですね。まあ、このようなのがいろいろ出てます。まあこのようなですね、デジタルコンテンツとかね、デジタル系のサービスを扱っている企業は、最初は無料で提供することによって、より多くの見込み客を獲得することができるので、ぜひですね、このフリーミアム、まだやったことがない人はやってみてもいいと思います。29日日曜日、モチベーションに頼った経営やっていませんかと。
やる気やモチベーションとは不思議なもので、高い時もあるし、低い時もあります。また、つい1分前までやる気満々だったのに、上司の一言でいきなりやる気がなくなることもあります。モチベーションの高い状態と低い状態では仕事の生産性や質は雲泥の差です。ですから経営者にとって社員のやる気やモチベーションの維持は非常に大切なことです。そこで今日はやる気やモチベーションの維持についてわかりやすく解説します。はい。ですね。まあ、これはね、もう永遠の課題って言ってもいいでしょうね。それで一番いいのは、モチベーションが高かったり、やる気の高い人材を採用するっていうのは一番いいんですけども、こうそうなってくると、こう企業にもある程度のブランディングというかブランド力がないと難しいんですね。で、もう一つの方法としては、社員のやる気とかモチベーションに頼らない経営をやるっていうね。うん。なんかね、モチベーションが高かったり、やる気がないとね、できないような仕事じゃね、ちょっと困るっていう考え方なんですね。なので、もうそういうやる気、モチベーション関係ない仕事を作りましょうってことなんですね。まあ、それも一個の手ですよね。はい。あともう一個考えられるのは、どうしてもやる気が出ないとかっていうね、人とかね、まあそういう時もあるわけなんですけども、もうこれはね、スケジュール化する。もう何でもスケジュール化したいしといて、この時間ではこれをやるとかっていうふうに、半ば強制的なんですけども、とにかくスケジュール化していくというのは非常に重要なんですね。で、そこでやる気がなくても何か行動を始めてしまうと結構なんか調子出てきたってことも多々あるわけなんですね。で、やる気のない状態でスケジュール化されてないタスクがいっぱいあると、どん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 溜まっていくばかりなので、やはりタスクっていうのはこの時間でこれをやる、この時間でこの作業をやるとかってもうタスク化していく、スケジュール化していく。これが非常に重要かと思います。30日月曜日、年商70億円企業の既存顧客のフォローとは、既存顧客へのフォローをどのようにするのかによってリピート率は大きく変わります。これは顧客維持戦略の基本中の基本です。ところが中小企業は、リソース不足から既存顧客へのフォローがまともにできないというのが現実です。そこで今日は既存顧客へのフォローをどのように行うのか、フォローの考え方を分かりやすく解説します。紹介するのはダイレクト出版というね、企業です。2006年に創業して現在社員数が169人、年商70億円ですからね。業務内容は教育事業、翻訳書籍の出版、ビジネスコンテンツ販売、書籍出版、オンライン講座の販売、ビジネススクール等の運営などですね。ビジネス関係のコンテンツ販売では非常に有名な企業ですが、一切リアル営業はやっておらず、オンライン営業のみで70億まで行ったっていうところなんですね。さて、私ね、このダイレクト出版主催のオンラインセミナーっていうのを先日申し込んだんですね。まあ、オンラインで申し込んだので、当然のことながら自動返信メールで参加詳細がこう送られてきました。で、セミナーの前日の午後、ダイレクト出版から私宛に電話がかかってきたんですよ。で、なんか若い女性だったんですが、オンラインセミナーの申し込みの御礼と参加詳細のメールが届いてるから、確認の電話がね、かかってたんですよ。ちょっと驚きましたよね。で、この数ヶ月前は、ダイレクト出版のサブスクのサービスに申し込んだ時があって、担当の女性からメールが届いたんです。なんと、添付の PDF ファイルがあって、そこにはこの女性社員のね、自己紹介と顔写真とかいろんなのが書いてあったんですね。それもちょっとびっくりしました。で、さらにダイレクト出版は購入後のフォローとか、既存顧客に対するフォローも万全で、とにかく、ね、郵送でのダイレクトメールが月にね、多い時で3通ぐらい来る時あるんですね。で、メールマガジンも毎日発行してます。1日になんかね、6通から多分10通ぐらい発行してると思うんですね。はい。まあ、そんな感じやってまして、おそらくね、これダイレクト出版というのはメールマガジンやセールスレターを書くことができる社員がね、もう何十人といると思うんですよね。で、こんな企業っていうのはなかなかないと思います。はい。で、これが、なんか2020年以降ね、組織の僕姿だと思ってるわけなんですね。で、顧客に向けての商品 PR メッセージとか広告文は、最低でも営業担当者全員ですよね。これ作成できなければ、これからの時代はきっと生き延びていけないっていうことでしょうね。で、ということは今まで専門職だったマーケティングやライティングの教育を社員にしていかなければいけないということであります。まあ、当たり前の話なんですけども、時代が変われば教育する内容も変わってくるというね、
要は必要なスキルも変わってくるということなんですね。はい、全部ですね、これ紹介させていただきました。まあ、こんな内容で商いは角角2020年の11月号をお届けしております。詳しく知りたいっていう方はですね、本誌の方をご覧いただいて、じっくりと読んでいただければいいかなと思います。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。経営のヒントをわかりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。